スクリバーネクは翻訳とローカリゼーションを主たる業務とする会社。1994年にチェコ共和国にて設立。本社所在地はプラハ。2017年5月時点で世界の翻訳企業トップ30のうちの1社であると謳っている。1990年チェコスロバキアで起きたビロード革命を主に東欧向けの翻訳会社としてパベル・スクリバーネクが チェコ共和国にて設立。数年の間に、チェコでは、最大規模に成長し、さらに中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ内での翻訳、ローカライズのリーディングカンパニーとしての地位を築く。2002年には、アン ISO9001-2001 の資格を取得。EU のオフィシャルサプライヤー。翻訳、通訳、ソフトウェアローカライズ、E ラーニング作成などを手掛ける。 2017年5月時点で、チェコ国内の本社以外に、以下の国々に支社を置く。スクリバーネクは、以下の組織に加入している。パベル・スクリバーネクは1968年生まれ、プラハ、ウィーン、東ドイツなどで学んだ後、1994年、故郷、ビシコブにて会社設立。以降、90年代後半にかけて、全世界へと展開していく。ありがとうございます。